サットフィンブールバード、アーチャーアベニュー、JFK エアポート駅は、クイーンズ区ジャマイカ地区のサットフィンブールバードと、アーチャーアベニューの交差点に位置するニューヨーク市地下鉄、アーチャーアベニュー線の駅である。E 系統と J 系統が終日、Z 系統がラッシュ時混雑方向に停車する。開業当時の駅名は、サットフィンブールバード駅で、エアトレインが開業した際に、JFK エアポートの文言が、 駅名に追加された。仮想ホーム東側この駅は2層構造になっており、上の層のプラットフォームは i n d アーチャーアーベニュー線、下の層は BMT アーチャーアーベニュー線が発着する。各層とも、島式ホーム1面2線を備える。アーチャーアーベニュー線の他の駅と同じように、この駅は1990年に制定された障害を持つ。 アメリカ人法に完全に準拠した障害者、対応駅である。プラットフォームのある階層には、灰色の吸音タイル壁が配置され、各層を結ぶガラス張りの連絡階段が設けられている。地下1階の改札外は、ガラスとステンレススチールの内装が施されており、北側の壁は、サトフィンの文字がモザイクで飾られている。この駅の南側改札を出てすぐ目の前に、 ロングアイランド鉄道のジャマイカ駅があり、乗り換えができる。また、ジョニー F ケネディ国際空港へ向かう、新交通システムであるエアトレイン JFK への乗り換えもできる。エアトレイン駅の方向とは、反対側に駅員のいない日とターンスタイルの改札口があり、常時利用できるようになっている。サットフィンブールバードとアーチャーアベニューの交差点4つ。 各すべてに階段が同交差点南西にエレベーターが接続している。Wikimedia Commons には、サットフィンブールバード、アーチャーアベニュー、JFK エアポート駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。